안녕하세요가을입니다はい、ということでね、はい、朝です。朝っていうかまあ10時ぐらいなんですけど、今日はどこに来たかっていうと、じゃーん、全然わかんない。はい、私が2014年に、語学堂に通ってたんですけど、それがね、スンミョンヨテっていう、スクテって今言われるところなんですけど、そこに通ってた間、結構ね、いろいろ学食にお世話になったので、今日はちょっと学食の紹介をしていこうかなと思います。で、やっぱりお金がない学生に安く美味しいものを提供してくれるということでね、まあ学食もかなり大事 なんか学校選びのポイントじゃないのかなと思うので今日これを見てね、まあ、スッテの語学堂行ってみたいって思ってくれる人が増えたらいいと思います。スッテ安いからね、ラッキーということで、じゃあね、スッテの、学食見ていきたいと思います。で、スッテが学食がね、食べるとこが4つかながあるんだけど、私はね、今日その中のうち1つを紹介していきたいと思います。では、ゴー。寒い、顔が、あ、待って、顔が赤になっちゃう。よ、じゃあこちら私が通ってたスンミョンヨテ発表になります。で、こっちが第一キャンパスで、こっちが第二キャンパス。私第二使ってたのにさ、めっちゃ工事してるわ今。第一の方の学食に行きたいと思います。はい、じゃあ前に見えるこの、ね、ガラス張りの建物の地下が、カフェテリアっていうか、こう学食になっております。はい、じゃあこちらです。みそちゃんみそちゃんっていうところです。みそが、笑顔っていう意味かな。階段っていうか坂がやべえ、マジで。じゃじゃーん、こんな感じです。あ、前よりなんかメニューが少なくなったっぽいんだけど、全然疲れた、ちょっと待って。はい、これが阪神クリアメニュー、なんだろう。あ、これこんなメーカー250円、安っ。え、これ美味しそう、見て、チャミチマヨトッパだって、ツナマヨトッパ、美味しそう。で、これがワンマンドちゃんぽん、餃子ちゃんぽん、それからナイチアイセウマヨ、トビッコ、トビッコとエビフライとマヨネーズ、からオーブンスパゲッティ、まあそのままね、オーブンスパゲッティ、唐揚げうどん。これさ、待って、私ずっと偽物かと思ったんだけどさ、このなんか汁吸ってる感じ本物だよね。日替わりだから本物置いてあんだ。で、これがチーズとチーズトッポッキー、ラポッキー、チーズラポッキー、もうこれは私でもこれ食べたことあるお姉と一緒に。あ、これがチーズキン、キンパプチョ、キンパプ系160円、一番安いのが。一番高いのとんかつキンパプ300円、私今日これ食べる。あ、これ日本語もある。ここは韓国語だけど、下のほら、カインジュールとか全部日本語になるんだ。まあ私はじゃあね、チーズマヨトッパ320円だよ。トッパってまあカードか現金かみたいな感じで。はい、じゃあこれ出てきたので中に入ってね、行きます。ここにユープンって書いてあるんだけど、ユープンっていうところに行きます。ここね、おばちゃんに。あにゃ、そこチーズマヨとパビア。あ、千葉から来たよ。いや。이것도 가져가시고. 네.
じゃじゃーん。オッケー。はい、じゃあ学食はこんな感じです。まあすっごい広いわけじゃないけど、もう全然ね、まあいっぱいにはならないかなって感じ。まあ学生が生きてたらいっぱいになるかもしれんけど、こんな感じです。すごいね、綺麗なの。中になんか木とかもあったりしておしゃれ。これが、320円のツナマヨトッパ、ツナマヨ丼っていうかです。ここにツナがいて、こうマヨネーズは自分で乗せて、あと真ん中はね、野菜でキムチで、あとはね、おかずにカステーキと、これなんだろう、なんかソーセージ的なやつかなと、テンジャンク、お味噌汁的なやつです。これで320円です。結構量あるし、あ、さっき上に書いてあったんだけど、量がなんか足りなかったら言ってくれればご飯はくれるらしいです。やばいよね、美味しそう。もうなんか匂いやばい。絶対美味しいでしょこれ。あ、食べる。はい、ということでね、じゃあ食べていきたいと思います。これは混ぜちゃった方がいいのかな。いただきます。320円にしたらさ、ご飯結構あるんだけど、量が。しかもこれもっともらえるってやばいな。マジで美味しい。なんか微妙にマヨネーズがからしマヨネーズっぽい。これなんだろう、甘い。甘くてお弁当に入ってる味、お弁当に入ってるような、なんかおかずの味がする。美味しい。全然超満足。320円って言ったからさ、まあ量ちょっと少ないかなと思ったけど、全然量もあるし超満足。味も美味しい。天ちゃんとマジで美味しい。朝ごはん最高だな、これ。なんかね、多分学生じゃないのに食べていいのっていう質問めっちゃ来ると思うんだけど、実際私が通ってる時も仲いいお姉さん、この近くに住んでたんだけど、そのお姉さんも全然学生とかじゃないし、すって全然関係なかったんだけど、私と一緒に来てここでご飯食べたりとかしてるし、あとね、今ね、確実にここの学生じゃないだろうっていう、大体50代ぐらいの、ね、男の人もご飯食べてます。で、別に来たからってなんかここの学生って聞かれることもないし、もう全然入ってきても大丈夫だと思います。もう大学見学みたいな感じで。じゃあ食べ終わったら自分であっちの
返却口の方に持ってきます。ここにスプーンと箸入れて、ここにいけば OK です。はい、完了。お水はここで飲めます。ごちそうさまでした。はい、ということでね、こんな感じの、学食でした。まあね、さっきもね、誰でも食べれます、来れますって話はしたんですけど、でもやっぱりスンミョン予定、ここの大学の生徒のための学食なので、やっぱお昼時とか、まあ、いっぱい集まるような時間は避けた方がいいと思います。で、私がちょうどね10時半ぐらいに来たんだけど、そのくらいの時間だったらね、今みたいに空いてるので、まあ、11時半ぐらいから1時2時ぐらいはちょっと避けてあげて、それ以外の時間に来たらいいと思います。はい、でやっぱ日本もね、あの大学外の人がご飯食べれるように、韓国もそういう大学が多いって言ったらいいのかな、全部がそうではないのかよく分かんないけど、まあ、とりあえずね、すっては私が知る限りでは外部の人でも食べれるような施設になってます、多分。はい、だからかといってね、ここにすごい集まったりとかしたらダメだと思うけど、まあそこら辺は常識の中で、常識の範囲内で楽しんでいただけたらいいと思います。語学留学とか韓国留学したいって考えてる方は、こうやってなんか学校の中入ってみて、いろいろキャンパスツアーを勝手にしてみるのもいい手かなとは思いますので、はい、今回は学食のもっぱんでした。ということで、今回の動画がお役に立ちましたら、高評価とチャンネル登録お願いします。それからコメントもすべて読んでおりますので、コメントもよろしくお願いします。概要欄もいっぱいいろいろ情報書いてありますので、概要欄もチェックしてみてください。ということで、今回もご視聴ありがとうございました。그러면오늘은여기까지. 終わり!